はい、こんにちは。今日は2019年鳥取大学の問題です。問題はこちらです。異なる複素数 ABC に対し、複素数平面上の3点 AA、BB、CC がこの順に半時計回りの位置にあると。で、オメガイコールコサイン3分の 2π プラス i サイン3分の 2π とすると。で、括弧1はオメガ2乗足すオメガ足す1を求めよう。括弧2は三角形 ABC が正三角形ならば A 足すオメガ B 足すオメガ2乗 C イコール0が成立することを示せ。括弧3は任意の三角形 ABC で、その外側に各辺を一辺とする正三角形 CBD、ACE、BAF を作り、それぞれの正三角形の重心を XYZ とすると。で、三角形 XYZ は正三角形であることを示せ。括弧4は三角形 XYZ の重心と三角形 ABC の重心は一致することを示せ、といった問題ですね。まあ、これは最終的にこれを示したいんですけども、まずこれ、オメガを使ったこの式ですね。これはよく出てきますけど、これ3乗すると、オメガ3乗っていうのは1になりますよね。これ3乗すると変角3倍になるので、3分のっていうのが取れて、要するに 2π。つまり1周戻ってくるので、1になるよと。オメガ3乗1ですよと。つまり、ここからオメガの3乗マイナス1イコール0ですね。1をこっち持ってくるとこうなって、オメガマイナス1でくくると、オメガ2乗プラスオメガプラス1イコール0になるので、で、オメガと1っていうのは別の値ですね。これは1とは別の値ですから、これは0ではないので割ることができて、つまりこれを満たすよと。オメガっていうのはオメガ2乗足すオメガ足す1イコール0を満たすよと。つまり括弧1のこの結果っていうのは0ですよということで、まず括弧1求めることができます。で、これはよく使われるので、まあ知ってる人も多いかと思いますけど、まあ、今回もこれを使って、まあ、求めていきましょうと。で、括弧2は三角形 ABC が正三角形ならばということで、まず正三角形を考えましょうと。正三角形 AA、BB、CC ですね。で、この順番にこう半時計回りになってるよと。AB、C の順番にこう並んでるよと。A、C、B ではないよってことですね。この順に半時計回り。で、この正三角形考えたときに、これが成り立つことを示したい。つまり、オメガを登場させた式を作りたいってことですね。じゃあ、オメガっていうのはコサイン3分の 2π ですから、120度ですね。120度の角度ですよ。で、正三角形のここの角度って60度ですね。じゃあ、120度の角度を作りたいので、つまり、じゃあ、ここで考えましょうか。じゃあ、例えば、このベクトルを考えましょう。このベクトルを120度をここの点中心にこう回転すると、こうなりますよね。このベクトルはというと、ちょうどこのベクトルですね。このベクトルを120度こう回転させると、このベクトルになるよと。ということで、これとこれは完全に一致しますよね。じゃあ、120度回転これですから、オメガ、つまりこれのベクトルにオメガをかけると、これになるよっていう式をまず作って、そこから変形していって、この形にしましょうか。そうすると、このベクトルはというと、C-B ですね。C-B っていうのを、これにオメガをかけると、これになるよと。イコールこれ。つまり、このベクトルは A-C ですね。こうなるよということが言えます。で、これは三角形 ABC が正三角形だったらこれが言えますよね。正三角形ならば、ここの、これを120度回転したらこれに重なるよと。ぴったり等しくなるよっていうのが言えますよと。で、これ正三角形だったらこれが言えるんですが、逆にこれだったら、この別、こっち側の矢印も成り立ちますね。これだったらこれ正三角形ですよっていうのも言えますよと。つまり、これ、が、120度回転して、これとぴったり重なるよってことは、ここの長さは等しいってことですね。ここの長さは等しいよ。そして、120度回転して重なるってことは、ここの角度120度ですから、ここ、間の角60度ですよと。ここの長さは等しくて、間の角60度ですので、これは、正三角形になりますね。ということで、これならばこれも言えるので、つまりこれ同値変形なんですね。ということで、今回のポイントはこれなんですね。正三角形っていうのは、こういうふうに表せますよと。同値変形だというのがポイントで、この先もこれを使っていきます。で、まあ、これはっていうと、あとこっちに持ってくれば、この形になりますよと。つまり、マイナスオメガ B ですから、これこっち持ってくると、A、それから、ま、プラスのオメガ B ですね。で、ここオメガ C があるので、こっち持ってくると、マイナス C と合わせると、マイナス1たすオメガの C ですね。で、1たすオメガっていうのは、これ、こっち持ってきたマイナスオメガ2乗ですから、ここマイナスオメガ2乗。つまり、プラスのオメガ2乗になって、これが出てきますね。これイコール0という形になります。今これこっち持ってきて、ここの部分これですから、結局、これっていうのは、この式になりますね。A 足す、オメガ B 足す、オメガ2乗 C っていうのは0ですよ。ということで、こんな形で求めることができました。で、カッコ3ですけども、じゃあ、あとはこれを使ってやっていきましょうということですね。カッコ3は今度、任意の三角形 ABC で考えますよと。今度、正三角形ではなくて、任意の三角形ですよと。まあ、どんな三角形でもいいですよということですね。こう三角形 ABC があって、で、その外側にこう正三角形を作りますよと。
この各辺を一辺とする正三角形をこう作りますよってことですね。で、この点が CBD ですか、ここ D で、ここは E で、ここは F と。で、その重心を X、ここが Y で、ここは Z としますよということですね。で、この中心、三角形 XYZ のが正三角形なるを示したいよと。じゃあ正三角形示したいということは、今求めた事柄から、これ正三角形って言いたければ、これを示せばいいわけですね。これ同値なわけですので、これを示せばいいよと。つまり、今は三角形 XYZ ですから、ここ X、ここ Y、Z にすれば OK と。ABC を XYZ にしましょうと。じゃあここの、座標ですね。X。Y は Y としましょう。Z は Z としましょう。ここの点の、複素数の表示ですね。これを XYZ とすると、ここ X、足す、オメガ Y、足す、オメガ2乗 Z、イコール0。これを示したいよってことですね。これを示すと。これが示せれば正三角形。XYZ が正三角形が言えますよってことですね。じゃあこれを示したいので、これを ABC を使った式で XYZ を表していきましょうと。じゃあまずこれ三角形 BCD、ACE、ABF っていうのは正三角形なので、正三角形だってことはこれですよね。ですので、これが成り立つよと。で、じゃあまず、じゃあここから行きましょうか。ここはっていうと、FBA の順番に並んでますね。正三角形。正三角形、これ ABC。さっき ABC でしたよと。ABC が半時計回りに並んでれば、これが言えましたよと。今、FBA の順にこう半時計回りに並んでるので、じゃあここ FBA とすれば OK と。つまり F 足す、じゃあここ F としましょうと。この座標ですね。F、ここ D としましょう。ここ E は E としましょうか。つまりここの、複素数表示ですね。そうするとここ F の座標っていうのは F ですよ。ここ F、FBA にすれば OK と。FBA ですから F 足すオメガ B 足すオメガ2乗 A ですね。イコール0。これを満たすよと。これ正三角形なわけですから、これを満たすよってことでこれが言えますよと。で、同様に、じゃあ今度ここはっていうと、これ D からスタートしましょうか。DCB ですね。半時計回りにこう並んでるよと。DCB ですから D、で、ここ C、B ですね。オメガ、ここ C にして、オメガ2乗 B、イコール0ですよ。さらにここ、今度ここの正三角形ですから、これ半時計回りにこう並んでる。EAC ですね。じゃあ EAC にすると、E 足す、オメガ A 足す、オメガ2乗、C ですね。イコール0。これが成り立っていると。今これ正三角形ですので、これが言えますよと。ということで、じゃああとは、DEF が出てきたんで、これを、あとここの部分を右辺に持っていけば、DEF イコールこれのマイナスですね。っていう形になりますよと。ということで、DEF の式が ABC を使った式で表すことができますね。つまり、じゃあこれ右辺に持ってくると、これイコールにしてこれのマイナスですね。イコールイコールイコールにしてこれのマイナスですよと。こうなります。で、DEF っていうのは ABC を使った式で表せたんで、次、あと XYZ ですね。求めたいのはこれですから、XYZ っていうのは、XYZ、これ重心ですので、じゃあまず X はっていうと、3分の1のこの BCD ですね。BCD を足したものと。BCD の3分の1が X ですよと。じゃあ y はっていうと3分の1の y ここですから ace ですね。e ですね。あ、ここ x ですね。x, y。で、z っていうのは3分の1の abf ですね。こうなるよと。で、ab, def っていうのは abc を使った式で表されているので、ここに abc, def があるので、ここに代入してあげると abc だけの式になりますよと。xyz と。で、これがこれを満たすようを示したいってことなんで、これをここに代入して、イコール0を示しましょうと。じゃあ、あと計算してみると、今これですので、x 足す、オメガ y 足す、オメガ2乗 z っていうのは、x は今これですから、3分の1。まあ、とりあえず3分の1で全部あるので、くくると、b 足す c 足す d ですね。b 足す c 足す d。d は今これですから、これに置き換えましょうか。じゃあ、マイナスオメガ c のマイナス、オメガ2乗 B ですね。これが X。足すオメガ Y。じゃあこれにオメガをかけたものですから、まあ、3分の1は除いているので、これにオメガをかけると。つまり、オメガ A 足すオメガ C 足すオメガ E なんですけれども、オメガ E っていうのは、これにオメガをかけたもの。
ですので、マイナスオメガ2乗 A ですね。それからマイナスオメガ3乗 C ですよと。こうなります。で、次に、これですね。Z にオメガ2乗かけるので、オメガ2乗 A。足すオメガ2乗 B。足すオメガ2乗 F なんですが、これにオメガ2乗かけたものですから、マイナスオメガ3乗 B。マイナスオメガ2乗かけるので、オメガ4乗 A ですね。というふうになりますよと。これで ABC だけの式になりましたと。じゃこれが0を示したいということで見ていきましょう。まず A はどこにあるかっていうと、ここですね。これまとめると、オメガ足すオメガ2乗足すオメガ2乗、引くですね、ここ。オメガ足す、引くオメガ2乗足すオメガ2乗、マイナス4。オメガ4乗ですね。ここ消えて、オメガでくくると1マイナスオメガ3乗で1。オメガ3乗というのは1ですから、ここ0になるよということで、A の係数0になるので、消えますよね。で、同様に B も C も計算してみると消えるんですね。計算していくと消えるということで、これイコール0という形で求められますよと。で、ということで、結局これが示せたので、これが示せたってことは、これが正三角形ですね。つまり XYZ は正三角形だということが言えて、カッコ3はおしまいです。で、続いてカッコ4ですね。あとはこれの重心が、XYZ の重心と ABC の重心が等しいよ。これを言いたければ、つまり XYZ の重心っていうのは、X 足す Y 足す Z の3分の1ですね。これしたものが、要するにこれと3分の1の A 足す B 足す C っていうのが等しいよ。これを示したいということですね。じゃあ、あとはこれ計算していきましょうか。これを計算して、これを示したいよってことですね。じゃあ、これ計算してみると、今、XYZ というこれですから、3分の1の、3分の1ですから、9分の1ですね。9分の1のこれですよと。そうすると、今、ABC がここに2個ずつ出てきているので、2倍の A 足す B 足す C、足す、あと DEF ですね。じゃあ、DEF 足すとこれですから、これ縦に足すとここが、マイナスオメガの A 足す B 足す C ですね。ここはマイナスオメガの A 足す B 足す C。からここを足すと、マイナスのオメガ2乗でくくれて A 足す B 足す C ですよと。となるので、結局ここ全部 A 足す B 足す C でくくれるので、くくると9分の1の A 足す B 足す C の、これの括弧の2マイナスオメガマイナスオメガ2乗ですよと。で、ここで、これを使いましょうか。ここ、マイナスオメガマイナスオメガ2乗っていうのは、これをこっちに持ってきたものですから、これ1になりますね。ここの部分っていうのは1になるよと。これを使うと。ですので、1足す2で3ですよと。じゃあ、3と9分の1ですから、ここ、約分して3分の1ですね。3分の1の A 足す B 足す C というふうになりますよということで、これでこれとこれが言えましたよね。これの重心とこれの重心が等しいよということが言えて、これで求めることができました。以上です。ありがとうございました。